フィスでが出たりする。あえ、じゃあもうレンさん今台湾進化したオフィスで食べてる台湾の男の子が女の子のいるって聞いてそれ超びっくりしたんだけど、うんうん、レイちゃんパクチーは食べれる？食べれます。シュー豆腐食べた？シュー豆腐一回一緒に食べたよね、うん、シュー豆腐は食べれる。シュー豆腐さたまに食べたくなるよね。くそ、うん、なる。揚げてるやつじゃなくて煮込んだやつとかたまに食べたくなっちゃう。すごいじゃんめっちゃ台湾化してるじゃん。え、レイちゃん台湾来て何年だっけ？今ね2年ぐらいで。それでも煮たシュー豆腐が恋しくなっちゃうの？いや、私の統計ではシュー豆腐が食べれる日本人の女の子は結構長く台湾に住むっていう統計があるんだけどその素質がある。これからもずっと長く住むかも。もう2年だよ、うん、姉ちゃんは私のいとこだけど私のいとこの中で一番若いのよ。だから結構ここの年齢差があるわけ。でもどう？2年台湾で生活してみてびっくりしたこととか。一番びっくりしたことは？一番びっくりしたこと？ゴミ出しかなよ一番初めに来た時はゴミ出しが衝撃的だったから。姉ちゃんもゴミ持ってなんかゴミ収集車走ってたの？そう、走ったことあるもん。毎週何曜日と何曜日で時間も決まってるから、うん、そこで出し遅れるとさ、うん、家の中にゴミがさ、そうだよね、溜まっちゃうからね。そう、もう戦いなわけですよ。日本は割かし置く場所があるからゴキブリとかが多いことかな。それはみんな日本から来たらびっくりするよね、うんうん、あとネズミ。あオフィスでネズミが出たりする。あのさ、パイナップルケーキをさすごい食べる時期なんだっけ、ジョンチョウジ。その時に、うん、まあ、みんなオフィスに持ってきてやっぱ机の上にさ、うん、置いて帰ってたら、うん、翌日ネズミが会社で出たっていう。いそこから明らかにやっぱネズミが食べてるってなって、うん、ネズミの駆除が会社に入った、うん、日本でネズミって生活に目にすることとか、うん、気配を感じることないから、うん、台湾結構びっくりするよね。猫を飼うことになった。会社猫買い出した？買ってないけどでも確かにさ、台湾の会社猫飼ってるとこ結構あるよね。そうかも。それってネズミ対策なのかな。台湾生活じゃあもうほとんど慣れた、うん、確かにレイちゃん結構最初からあんまり動じない感じだったもんね、うん、なんか家探しとかも一軒目で決めてたもんね、うん、これでいいみたいな感じ一軒目の家もさ、私がなんか目星つけて一軒目行ってすぐ即決して気がする。順応性がすごいね台湾人のびっくりするところは。台湾人のびっくりするとこは会社でお昼寝とかするとこです職場。そう、日本はないよね。えでも昼休みだから。そうだけど、なんか日本ってさ、なんかそこがいろいろ厳しくて昼寝してたら結構なんか変な目で見られると思う。みんな職場でお昼寝すること避けてそう。違うところでこっそり寝てたりするかもしれないけど、人前で寝るっていうのがあんまないよね、うん、日本で大人になってはなかなかないよね、うん、もう今は昼寝しないと逆に午後集中力持たないから。え、じゃあもうレンさん今台湾昼寝してんの？進化したすごい、もう台湾化してる。しっかり昼寝をしてます。朝ごはんは？朝ごはんもそう、オフィスで食べてる。もう台湾の女の子になっちゃった。じゃあレイちゃんはもうジージャー食べれるかも。ジージャーを？鳥の手あるじゃん。あれは怖すぎら、怖くて食べれない。あれ台湾男子はどうですか？優しい。カップルとか見ててもそうだけど、うん、なんかいろいろ尽くしてくれるタイプの男を台湾人男子で。日本人と違う？日本人とは違う。今まで聞いて一番びっくりした台湾男性がやってくれた優しい出来事は何ですか？靴下を履かしてくれる。それはすごい、それはレベル高いね。え、なんで風邪ひいてるとか、 なんか病気の時とかじゃなくて？そうじゃなくて朝行く時に靴下を履かしてもらって靴も靴紐とか全部結んで送り出してくれるっていうエピソードを聞いた時に、それはすごいね。台湾来てばっかりでびっくりしたのがさ、台湾の男の子が女の子の髪の毛を乾かしてあげるって聞いてそれ超びっくりしたんだけど、うんうん、これは台湾文化なの？いや文化じゃない、絶対おかしい。でも私の知り合いの日本人男性はそれを聞いて、うん、台湾の彼女ができた時に、うん、乾かさないといけないって言って練習してた？乾かしてあげてるって言ってて。そう、誰が流行らせたんだろう。確かに。そういえば中国語はどうですか？じゃあちょっと中国語でさ、ちょっと自己紹介してよ。広めできるレベルじゃないです。自己紹介ぐらいできるじゃん、簡単に。はい、お願いします。5、4、3、2、1できない。上達してないからできない。名前ぐらい。5、4、
名前も怪しいの怪しい嘘でしょリンツーだよねヤンタンリンツじゃあこちらに向かってどうぞヤンタンリンツ拍手会社が皆さん日本語が上手なのでなるほどね本当日本語上手な人多いよね台湾生活もブヨンとかでもさレストランとか行ったらさ注文とかしなきゃいけないじゃんじゃあここはドリンクスタンドですチェンチュナイチャー頼んでくださいはいどうぞもうメニューそのさすんだハンドゥナブヤオティブヤオティブヤオティっていう完全不要点不快な不快も不要だからやばいやまよよなんだっけそれ会員カード会持ってない要同便吗不用全部不用不要不用全部不用タクシーの運転手さんもすごい優しいから中国語逆に教えてくれる右はなんて言うんだよとか左はなんて先生になるそうで日本語を逆に教えるっていうじゃあ今レストランに入りました要点菜吗やって。やって三万。決まりましたか。注文しますか。要吃什么。好。これでいいね。だから本当に中国語話せなくても全然不自由なく話せるってことだ。語学が全く話せない状態で来ても私みたいに2年不自由なく暮らせてるよね。不自由なく。それは素晴らしい国だ。台湾の食べ物で何が一番好きですか。最近ハマってるのはルーウェイ。ルーウェイ。そう。ヤーシェとかが好きなの。マラルーウェイが好きなんだ。日本人の好きなものからはなかなか出ないラインナップ。あとスーラータンどこが美味しいかなっていうのはいろいろ食べ比べたことがある。スーラータン。うん。これがもっと台湾。そう台湾。いつまで行きたいなとか。あそう。ずっと台湾。私も永住権が欲しい。まずチーチャオ食べれないと。チーチャオ。あこれ？うん。これを全部きれいに食べれないともらえないんだよ。永住権。そうでしょ。そんな傷ある？じゃあ本当にずっと台湾住みたいなって感じになってきたんだ、うん、もし台湾にずっと住みたいんだったら真剣に中国を勉強したらもっと楽しいかも、うん、なんかね安心するの空港に降り立つとただいまみたいな感じになっちゃうなんかあったかいふわーってした感じ、うん、安心するあの実家に帰ってきた感じ、うん、多分九州と似てるんだと思うわかるわかるちょっと行けばあのさコンパクトじゃない台北ってあそうねそうコンパクトで面積とかも九州と同じぐらいの大きさだしでちょっと車で行くと自然もあるし、うん、海もあるし、うん、私たち九州出身だからさ桃園空港に着いたらあもうルーウェイ食べたいななるよねだってさ今回日本にさ2ヶ月帰ってたじゃないそう恋しくならなかった台湾あのね鍋とかねやっぱ食べ物が恋しくなるわかる私もルーローファンがもう日本帰ったら1週間で食べたくなっちゃうもん、うん、なるよねあでも完全にこれからずっと台湾だわ台湾で台湾人の彼氏探すな中国語を先にそうだね中国語マスターしよういや日本語喋れる台湾男子でいいじゃんまあそうだけどさでも実家のさお父さんお母さんまで日本語喋れるか分かんないじゃん、うん、難しい確かにそこまで考えるとやっぱり中国語喋れた方がいいよね、うん、頑張りますでもさあれだよね台湾人の彼氏を作った方が上達が早 い、うん、そうそうだ中国語一番上達する方法台湾人の彼氏しかも日本語喋れない台湾人の彼氏それ初めどうやってさいいのいいの最初さねジトンヤーチャオでいいよねジトンヤーチャオって何手取りやストーリージェスチャーで会話できるぐらいときめく人とそこまでそこまでさ付き合うのを持ってくまで大丈夫台湾男子優しいからね根気でいけると思う絶対ね それでもペイちゃんがいいっていう人台湾で見つかっちゃうの台湾シーフーを勧める会台湾シーフーになりませんかへえレイちゃんずっと住んじゃうかも台湾日本人からルーウェイってなかなか出ないよねルーローファンとかそう好きな食べ物小籠包とかさルーウェイは本当だね本当に台湾に合ってる子だこの子はいや嬉しいわレイちゃんそんなに台湾に馴染んで台湾が好きだっていうことを聞いて最初はねどうなることかと思ったけどさでも最初からそんなに何もなかったよねまあまあ抵抗みたいなのは全然なかったよね初めて一緒に臭豆腐食べた時もさあ美味しいみたいな